花角知事は面会の冒頭、総理の覚悟とリーダーシップに感謝すると述べました。長年の県民の悲願でございましたので、本当に弟子君にとりまして、本当に感謝しています。佐渡金山、この日本の宝から世界の宝になったなわけでありますので、世界のより多くの方々に素晴らしい価値に触れてもらう、こうした環境を作っていかなければならないと思っております。岸田総理は佐渡を含む新潟地域を観光庁の高付加価値化モデル観光地に追加選定するよう手続きを進めていると述べました。インバウンド強化に向け集中的な支援を行う高付加価値化モデル観光地には北陸や伊勢志摩周辺など11の地域が選ばれていて、佐渡はこれまで継続検討とされていました。花角知事らはこのほか上川外務大臣と森山文部科学大臣にも面会しました。